アロイス・エリアー氏は、チェコスロバキアの軍人、政治家。米面命令保護領時代のチェコで首相を務めた。オーストリア・ハンガリー帝国時代のプラハに生まれる。1908年に、現在のプラハ・チェコ工科大学へ入学する。第一次世界大戦では、はじめオーストリア・ハンガリー帝国軍の兵士として、東部戦線で戦ったが、ロシア帝国軍の捕虜となり、 チェコ軍団の一員に組み入れられ、フランスで活動した。戦後、オーストリア・ハンガリー帝国の敗戦に伴って、独立したチェコスロバキアに帰国する。エリアー氏は、チェコスロバキア独立の英雄の一人として、チェコスロバキア軍の将軍となった。1921年から1923年に、かけては、パリの軍事大学で学ぶ。 1929年から1931年にかけては参謀本部で勤務している。国際連盟で行われたジュネーブ軍縮会議にもチェコ代表団として参加している。1931年からホムトフの不評旅団長、1933年からリトミエルジツエの師団長に昇進し、1935年からはトレンチンで軍司令官となる。 その頃、ドイツでは、アドルフ・ヒトラーの政権が成立し、対外進出策を推し進めていた。1938年には、オーストリア併合が行われ、続いて、ヒトラーの目は、チェコスロバキア領のズデーテン地方に向いた。1938年9月に、ドイツ・イタリア・イギリス・フランスの首脳による、ミュンヘン会談があり、ズデーテン地方のドイツ領有が認められた。 この会談を受けて、エドバルド・ベネシュ大統領が辞任し、ロンドンに亡命したが、後継のエミール・ハーハ大統領は、ドイツの要求をすべて受け入れた。そしてルドルフ・ベラン内閣を組閣させ、エリアー氏は、ベラン内閣の交通省として入閣した。さらに1939年3月には、独立スロバキアが分離し、ボヘミア・モラビア地方には、ドイツ軍が侵中した。 ドイツからは、総督として、コンスタンティン・フォン・ノイラート男爵が派遣された。ハーハ大統領は、1939年4月27日に、エリアー氏を首相に任命する。エリアー氏は、表向き親読の態度を取ったが、裏ではハンナチの地下組織と接触して、ノイラート地下の米面命令保護領で、テロやデモ、ストライキ、抵抗運動を先導した。その結果、 領内に混乱が生じ、米面命令保護量の兵器生産率は20%近く低下した。当時、米面はルール地方と並ぶナチスドイツ最大の軍需工業地であり、ドイツにとっては、ブーメン命令保護量の秩序と生産率の回復が急務となった。ヒトラーは国家保安本部長官、ラインハルト・ハイドリヒエス・ウェス大将を 米面命令保護領副総督に任じた。ノイラーとは総督職の辞任を申し出たが、これは却下され、形式上は総督に残留のまま休職処分となった。ハイドリヒは1941年9月27日にプラハに到着し、テロなどの抵抗運動を取り締まるため戒厳令を敷き、反なち分子、とりわけ共産主義勢力を 徹底的に捜索させて逮捕させた。さらに、翌28日には首相であるエリアー氏の逮捕も命じた。その後、エリアー氏は裁判にかけられ、死刑を宣告されたが、ヒトラーの命令で執行は停止されていた。しかし1942年6月に、イギリスから派遣された、チェコ人工作部隊員の襲撃がもとで、ハイドリヒが死亡した。 これに激怒したヒトラーは、チェコ人への報復の一環として、エリアー氏をコビリスキー形状において、重殺刑に処した。ありがとうございます。